19日放送の TBS 系サンデージャポン日曜全9時54分で世界的に流行する新型コロナウイルス感染症について特集した図解。報道ステーション関連のコロナ感染状況番組では、石田純一、赤江珠緒、テレビ朝日の富川悠太アナウンサーら著名人が感染したことを伝えた。その中でデーブ・スペクター氏は、富川アナについて、一番目立つ報道番組で毎日、自分で伝えている立場ですので、前兆とかも予備知識としてあるのに、局アナですから休もうと思えばできるのに、それでもあえて出続けたのはわだかまりがある、とコメントした。MC の爆笑問題、太田光は、だからこそっていう部分もあって、富川くんも絶対自分は映っちゃダメだと、こんだけ言っているんだから自分は自覚を持ってっていう中でなんとか風邪であってくれって、一旦熱が下がった時に赤風邪だったんだろうって思った気持ちもある、とし、それは、みんなそれをバッシングするのは、正しく恐れるって最初に言っていたじゃないですか。コロナウイルスってウイルス自体のことよりも、うつったらバッシングされるっていう恐怖。それはウイルスを正しく恐れることにならないから、犯罪者じゃないんだし、うつったことは罪じゃないってことを政府なり、小池さんなりが繰り返し言ってもらうといいなと思う、と指摘していた。